お笑いコンビ、フットボールアワーの、後藤喜紀が、TBS 系のバラエティ番組、HKT48 のお出かけ、毎週水曜25、23、25、58、で、HKT48、指原理のとの、LINE エピソードを、明かした。番組冒頭で、指原ってすごいなと、思うのよ。大した女やと、逆転力じゃないですけど、びっくりした。っていうか大爆笑した、と切り出した後藤。つい先日、指原と LINE を、交換し、最初のメッセージで、の、仕事のオファーがあります。どうしたらいいですか、と相談を持ちかけられたという。後藤は、巻物ちゃうかぐらい、の、長文で返信。指原のことを思い、芸能界の先輩として、アドバイスを綴った。すると指原から、本当にありがとうございます。考えすぎていました。言われた通りにやってみます。と、返事が届き、その直後のスタンプに後藤は目を、疑う。そのスタンプには、ほっといてください。と、書かれていた。指原は、本当に間違えてしまったんです。と、釈明。俺、あんだけ長文書いて、言われたから答えた。本で返ってきたのが、ほっといてください。って、と呆れる後藤に、指原は、後藤さんが長文を送ってくれて感動しました、と感謝しながら、これがまさに逆転力なんだなって、と今月11日に発売した辞書、逆転力、ピンチを、待て、おさりげなく宣伝。後藤は、告知の説得力ゼロや、と突っ込んでいた。